世界大会に選ばれた3人の選手を紹介します。まずは文句なしで鈴木拓聖也、そして森友哉。鈴木聖也は MVP 頼むぞ、ベストナインかよ。 MVP じゃありませんでした。でもチャンスで欲しいな。さあ森友哉どうだ、 MVP、 あれあれ、そっち MVP 来る。そして森友哉、お前どうした、魔術師。まさか2年で国際大会 MVP 取るとは思いませんでした。てか鈴木誠也を差し置いて取るとは思いませんでした。さあ今回は3年生の転生森友哉と2年生の転生高橋光成、高橋光成は1年転生林の影響で今ベンチですが、さあということで森友哉キャッチャーに戻りました。結果は MVP、 よっしゃ、2年連続 MVP いただきました。